最果ての魔王ディープブリザードのレディオクローゼット、我は最果ての魔王ディープブリザードである。この番組は絵に関する疑問質問お悩みに魔王目線でお答えするラジオ番組である。この番組を聞いて少しでも週末のお絵描きが楽しくなってほしいなと、毎週金曜のお昼更新をしておるのであるぞ。というわけで、もうなんだかだいぶ定番のようになってきておるこの投稿の遅刻、本当に申し訳ないと思っておる。今回それでも弁明させてほしいのではあるが、まあちょっとな、昨日まで我は東京の方に業務で出ておって、で戻りがどうしてもちょっと午後になるということで、本当であればな、その前日とか前々日に収録編集して投稿すればよかったのであったが、どうしてもなかなかそういうことができなかったので、そこに関しては申し訳ないと思っておるが、一応まあ金曜日にみんなが聞けるラジオであってほしいなとは思うので、投稿という形でラジオを出させていただく以上、まあちょっと遅れても見逃してほしい魔王なのである。もちろん今後はちゃんとそうならぬようしていこうとは思うので、できる範囲の魔王のこのラジオを楽しんでいただければと思うのであるぞ。いやでも良くない良くないと本当思っておるので頑張りますなのである。今回も皆からいただいたご質問にお答えしていこうと思うのであるぞ。ラジオネーム本吉殿からいただいたご質問である。ご質問ありがとうなのであるぞ。ディープブリザード様こんにちは。いつも配信拝見させていただいております。よければ質問にお答えいただけると嬉しいです。絵柄模索中のイラストのウェブ公開についての質問になります。私は物心ついた頃から絵を描いているのですが、なかなか固定した絵柄を決めることができません。唯一固定しているのは人物の瞳のハイライトになります。ここで言う絵柄とは線画の質感、塗り、瞳の形など広範囲にあたります。絵が完成するたびに絵のクオリティや絵柄にブレがある、まるで別人が描いたようだと思ってしまいます。しかし2、3年ほど付き合いのある近しいツイッターでの相互さんには、どんな絵でも私が描いたとわかるとは言っていただけているのですが、自分にはわからない絵柄はあるのかもしれません。何が悩みかというと、模索中の絵をネット上に上げて他者から反感を買わないかということです。一時期私が好きだったジャンルでは、絵柄に変化のある人は誰々のパクリだと掲示板、そしてツイッターにて叩かれやすかったため、そのことが恐怖で新しい試みをすると、私も少なからず誰からか叩かれるのではないかと不安になってしまいます。ちなみに今私はそのジャンルで二次創作をしておらず、細々と絵を描いています。そこで質問なのですが、ウェブ上に上げるならば、ある程度固定の絵柄を持つ方が良いのか、挑戦しただけあげても良いのか、何かいい方法、気をつけた方がいいことなど、ディープブリザード様のご意見をいただけないでしょうか。ということで、ポン吉殿からいただいたご質問、これは大きく分けて2つあると思うのではあるが、1つが自分の絵柄がわからない、自分に絵柄というか個性があるのかがわからないというご質問と、そういうふうにいろいろな絵柄を模索している中の絵を投稿しても大丈夫なのかというご質問が2つあると思うので、まあ、まずは先に結論の方をお話しさせていただこう。描きたいものを描いて、そして後ろ暗くないのであれば自由に投稿すれば良いと思うのであるぞ。これはな、多分質問が2つ分かれておると思うので、一つ一つ答えていこうと思う。まずは先に絵柄の個性についてのお話であるが、これは本当に当の本人書いておるものは気づきにくいものだと思う。我も本当に昔、我の絵には個性がなくて、誰かの真似になってしまっていたりとか、誰かの単純な模倣品になっているのではないかと悩んではおったが、
これって結局悩んでも答えは出ないんだよな。悩んで解決できるものではない。だからこそ悩んでしまうという逆説はあるとは思うが、絵柄というのはもう描いて描いて描き続けた先に見えてくるもの、そして研ぎ澄まされていくものだと我は思っておる。もしかすると前に話したかもしれないのではあるが、個性というのは大きな大きな岩石から少しずつその岩石を掘り進めて、最後に手のひらの上にちょこんと残る、もしかしたら手のひらに残らないぐらい小さな小さなものが個性だと思っておる。なので自分の絵を研磨し続けた先にあるものが個性だと思うので、今自分はその個性を見つけるために描き続けているんだ。だから描かないと個性っていうのは出てこないんだ。という気持ちで日々の絵を描き続ければ良いと思っておる。そのぐらい個性というのは出てきづらいものではあるのでな。なので、そうやって自分の個性は何なんだろうと悩み続け描くというのはとても素晴らしい作業だと思う。それをやっぱりできるというのは並大抵の労力や精神力では続けられない。自分がその瞬間その瞬間に良いと思ったものをどんどん取り入れていくというのもとても大事だと思う。我だって昨日までいいと思っていた書き方が今の段階であんまり良くないなって思ったら即書いてしまう。そのぐらい自分の絵柄とか自分はこういう書き方だからというものに固執するつもりはない。今自分が一番良いと思ったものを出したい。それが引いては皆が良いと思ってもらえるものになると我は信じておるからだ。なので自分が今一番いいと思っているもの、こうしたら自分の絵にプラスになるんじゃないかと挑み続ける姿勢は大事だと思うので、それを続けるのは悪いことでは全くない。むしろとても良いことだと思うのであるよ。そしてまあもう一つ、そういうふうにな、いろいろな絵柄を描きながら投稿すると、これはなんかのパクリじゃないのかって言われるということについてのご質問の答えではあるが、全く気にする必要はないのである。こういうふうに言ってくる人はどんなものを描いても言ってくるし、その方にそんなことないです、これはちゃんと自分で描いたオリジナルのものですと言っても悪魔の証明なんだよな。じゃあオリジナルだっていう証明を出せよって言われても、描いている、例えばな、ラフから仕上げまで全工程を描いた録画をアップしても、なんか見えてない画面外で、まあなんか参考にしながら描いたんじゃないのかとか、そういうなんか自分が不利になるところはなんか削除したんじゃないのかって言ってくるからな。もうどれだけ信用してくれって言っても、信用しない方は最初から信用しない、疑ってかかるものは最初から疑ってくる、そういう方々は相手にしなくてよい。書いているうぬ自身が自分に後ろ暗いことが何もないのであれば、堂々と絵を投稿し続ければよい。それでちゃんとファンの方はついてくるし、ちゃんと見てくれてる方は分かっておる。そうやって厄介なこと面倒なことを言ってくる方のためにわざわざ時間や精神をすり減らすことはない。絵を描くことに一番時間を消費すると良いと思うのであるぞ。それでも何かそういうふうに言ってきて、周りの方々が心配したり不安になったり疑うような状況になるのであれば、一度だけ SNS や例えば公式ホームページ等、例えば発表できる場があるのであれば、そこで一度だけしっかりと発言をすること。ダメなのは突っかかって来られたからといって対応しておると、逆に怪しくなってしまうし、対応しなくなってしまったらそれはそれで怪しまれてしまうのだ。なので大事なのは一度だけ思っていることを声明文として出すこと。それ以降はそれを見てもらうこと。それ以外のことはすべて創作活動に専念すれば良いと思うので、気に病むことはあるかもしれぬが、病み続けてもしょうがない。何も自分が悪いと思っていない、もしくは悪いことしていないという自信があるのであれば、その自信は絵に必ず出てくる。何か後ろ暗かったり悪いことをしているのであれば、それは必ずバレることだ。なのでそうでないのであれば、堂々と絵を描いていてほしい。皆もその姿を見たいと思っておるのであるよ。というわけで、いかがだったかの？皆からの疑問・質問・お悩みは、この動画のコメント欄、公式サイトの質問フォームから、そしてツイッターでハッシュタグシャープレディクロでつぶやいていただければ、魔王がお答えするのであるぞ。ではまた次回、お絵かきしながらお会いしようなのであるぞ。ご視聴誠にありがとうなのであった。よろしければ高評価
チャンネル登録、SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。